キャットレンジです。いつもご視聴ありがとうございます。本日は、ヤンマ、ディーゼル発動機 NT65K の、起動方法について、簡単ではございますがご説明させていただきます。よろしくお願いいたします。まず各、ネジとかが緩んでナットとかが緩んでないかをチェックした後、燃料フェール、ディーゼルを入れて、次にホッパーに、水を注入します。燃料コックを、オープンにして、そしてこのオイルフィルターを1回2回3回ほど、回してクリーンアップします。そしてこちらの方ですが、夢オイルゲージスティックでオイルの量を見ます。続きまして、カバーは外してますのですが、こちらとこちら、こちらとこちらの奥の方にオイルを注入します。これがデコンプレバーですが、デコンプレバーを引いてクランクを回しながらパチンと外します。それでは、起動させます。スロットルを、ストップ S のファーストで、こちらのこの部分までスロットルを動かして、ではクランクハンドルを回します。こちらデコンプレバーを引いて、オイルライトをチェックします。運転が終わりました。必ずこちらのポッパーのコックを
冷却水をの水を排出してください。これを怠ると、冬でしたら凍結による金ヘッドの割れとか、また機械の内部のハサビとかになりますので、必ず、冷却水は排出してください。以上です。 Thank you.